さあ続いては忍城おもてなし甲冑隊の皆さんの登場です。行田市が誇る忍城は関東七名城の一つに数えられる名城であり、中でも天正18年石田三成率いる豊臣秀吉軍が行った水攻めを耐え抜いたエピソードは数々の物語の題材になっています。行田市を訪れる観光客の皆様がより一層歴史に親しんでいただけるようにということで、戦国時代に豊臣秀吉軍と対立した成田家の勇猛果敢な武将たちをモデルに忍城おもてなし甲冑隊が結成されました。埼玉県内外で行われるイベントに数多く出演されている大人気の忍城おもてなし甲冑隊のパフォーマンスをお楽しみください。商工夏祭りにお越しの皆様方、こんばんは。おい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 、なんかちょっと暑いかの、声が小さい。もう一回参ろう、行くぞ。皆様方、こんばんは。ありがとうございまする。わしは埼玉県行田市観光 PR 隊忍城おもてなし甲冑隊成田家家老武功一等柴崎ネズミの神じゃ。ありがとうございます。わしら忍城成田軍は忍城おもてなし甲冑隊として埼玉県行田市の忍城を拠点とし、観光案内おもてなし戦国演舞の披露を日々行わせていまする PR 隊でござります。そしてこの夏、わしらは皆様のおかげさまということで活動13周年となりました。ありがとう、皆のおかげさん、ありがとうございます。ちなみに忍城おもてなし甲冑隊以前から知っておるよという方少ない。いやよい、今日初めていたという皆様方、ご記念でございまする。思い出に覚えて帰っていただければと思います。本日ここに訪れておるのもわしだけではござりまする。あと2人、戦国武将がこの場に参っておりまする。この2人の自己紹介も兼ねて、まず1つ目の演目ご覧いただきまする。成田軍工場城の舞、とくとご覧くださりませ。
ます。